演舞開演。どうも、本日はこちらコープの4種のキノコとほうれん草、醤油、和風醤油汁のレパスタを食べたい。醤油の旨味仕立てでしたね。はい、こちらがその中身ですね。本日も時間の関係でちょっとチンし常に温めてありますが、以前食べたママのパスタと同じような印象ですね。誰もやっぱり同じような商品だからかな。ではこうやって投入。では中、はい、ちょっと和えをやりまして、このようになっております。ではいただきます。ほうれん草は歯ごたえがしっかりあり、麺ももっちりとしていてとっても美味しかったです。お醤油はそこまで強烈ではなく程よい形で絡んでいたので、それも良かったですね。やっぱり和風パスタはあっさり系が多いのですが、これもその例に漏れずといった感じでしょうか。和風パスタとして申し分ないので、こちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。変変パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。